子頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。すごい。じゃあ人類最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああ、そうだぜ。もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者？かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。そうだけどよ、その分嘘だってバレた時あの子はショックだろうな。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけだ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。そうしたいところなんですが、今は近くに獲物がいないんですよ。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから。私自身気配の感じ方は子供の頃自然と覚えてしまったんです。本当にそうで、狩りこそご先祖様に教えてもらった私たちの生き方なんや。暗くなる前に帰りましょうか。いや、狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。勘弁してくださいよ、本当。急がないと本当に暗くなってしまいますから。
しはどうだ。つかの間の平穏か。超絶美女の巨人はおらんか。これは。神聖な壁を疑ってはならん。いい品が揃ってるよ。また来てね。巨人の匂いはしない。この匂い、神兵か。やるわよ。化け物に殺されるなんて嫌よ。このまま何も起きないといいけど。やらせ。こんな、あなたは。なんだ、ガキンチョ。あなたは。うるせえ。また来てくれよな。平和に暮らしてるか。おっ、こっち日々の暮らしで精一杯だぜ。研究に付き合わされそうだ。負けない。この先どうなるんだ。
族が元気なのが一番。おお、やるね。さあ行くよ。トロスト区復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。みんな頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。ハンジ、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしない。君はどうしたい。そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい。いえ、何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。これに、あの子たちの可愛さを前にすれば緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。あっちに強い巨人がいるのかな。これより目標に向かう。敵捕捉。分隊長、お願いします。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔です。この調子ね。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。よし、討伐完了だ。すみません、これで検証を進められます。勤務ありがとう。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。お任せします。分かった。はい。お、かわいい巨人がいるね。こんにちは、遊びできたよ。よくやった。生け捕りにできれば最高なんだけどな。問題ありませんか。こっちは問題ない。
任せたわ。了解だ。あそこではナナバが戦っているね。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな？ハンジ分隊長、お願いします。お願いね、任せたわ。分かった。よっ、捕まってしまったか。大丈夫、今助けるからね。ハンジ分隊長、お任せします。ここで倒す。よし、これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ、これで検証に移れそうだ。ありがとう。よし、よし、足りないね。さっき作ったのは呼吸支援用の拠点なんだ。きっと役に立つから、ぜひ利用してくれ。ハンジ分隊長、お任せします。わかったよ。はっ、よっ、次に行きましょう。あっ、はっ、はっ、補給完了ね。無事に片付いたね。はっと。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。巨人の群れが来たぞ、迎撃準備に移れ。ハンジ、なぜここに？お前の担当は壁付近だろ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。お願いね、任せて。あっちに強い巨人がいるのかな。ナナバさん、お願いします。了解だ。すごい活躍ね。覚悟して。ハンジ分隊長、お任せします。了解。はっ、はっと、はっ、よっ、はっ、はっ、よっ、はっ、はっ。お前は新兵のお守りだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。ハッ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 。ハンジ分隊長、お願いします。
行きましょう。わかったよ。巨人と戦っているのはゲルマだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。あ、ハンジさん、手貸してくださいよ。お願いします。了解。任せたわ。任せて。よし、付近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな。助かったぜ。はっ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。拠点を築きましょう。標的捕捉。ゲルガーさん、お任せします。分かった。ハンジ分隊長、お願いします。分かったよ。この調子ね。やるようだ。ゲルガーさん、お願いします。標的捕捉。はっ。ハンジ分隊長、お任せします。はっ。巨人の攻勢はしのぎ切ったようだな。覚悟して。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについて行こうか。ハンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。はい。よっ。と。拠点の構築を。えい。はい。ここで倒す。しに来たよ。ソメガ、なんでお前がここにいる。リヴァイ兵士長、お願いします。リヴァイと戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。ハンジが勝手にやったことだ。お
い新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。ニオだ、新手の巨人が来ているぞ。できた。面倒だな、さっさと片付ける。ここで君みたいな巨人に会えるとは。メリバイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。よっ、拠点を築いて。やってみせる。ゲーガーさん、お願いします。任せとけ。分隊長、お任せします。了解。お任せします。
任務は完了したな。とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。うん、それがいいと思うよ。カッコつけてすぐ舌を噛むような人を目指してもね。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとお前も存外見る目がねえな。みな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ、もしお前が巨人になって暴れ出したとしてもこいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。Thank you.